演舞開演。どうも、本日はこちら、神戸屋のシャルロットスティックカスタードを食べたいと思います。以前シャルロットスティックを食べたことありますが、それのカスタード版というわけですね。結構間が空いたかな。前の味忘れちゃったけど、うまくレポートできるかなという不安を胸にご対面。ではいただきます。一見するとこの量と思ったけど、あの少しもちっとした弾力のある生地にカスタードクリームが巻かれていて、カスタードクリーム少ないなと思ったんですけど、味はしっかり濃厚です。あの量にも存在感がありました。これぐらいの量があの存在感ならちょうどいいのかもしれません。濃厚で美味しいカスタード、他のパンでも食べてみたくなりました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。